皆さん、明けましておめでとうございます。ピーマンピザです。かなりお久しぶりですね。そして2016年初めての動画となりますので、もうね、小正月も過ぎて、この挨拶が 明けましておめでとうが適切かどうかはちょっとね、怪しいとこですけども、まあ2016年最初の動画ということでね、やっていきたいと思います。さあ、一番最初はやっぱりね、この PO3 をやっていきたいと思います。ディスクの入れ替えが面倒なんでね、DL、ダウンロードで買った海外版をやっていきたいと思います。内容に変わりはないからね。早速マッチングして、途中かな。ファイヤーブレイク、ヒートウェーブを使ってね、やっていきたいと思います。いやー、今年もね、非常にマイペースではあるんですけども、動画ね、いろいろ上げていきたいと思ってるんでね、よろしくお願いします。使う武器はね、ちょっとサブマシンガンを使っていきたいと思うので、そうね、ベスパーにするか。あ、だいぶ負けてんな。まあいいや。多分2戦ぐらい続けて取ると思います。よし、よし。ね、去年は、動画撮り始めて1年過ぎたのかな。なんだけども、登録者がね、なんか200人超えててね、いつの間にか。いや、本当にありがたいことだなと思いつつも、もう少しね、クリティックアーマー、もう少しね、動画の質を上げたいなと思ってまして、今年はね、それを目標に。まあ、質っていうのは、なんていうか、もちろんプレイもそうなんだけども、見やすいように、こう、まとめたりね、まあ、その辺が大事かなと思うんで。あとは、なんだろうな。やっぱりこう、あんまり感覚空くとね、せっかく見て、あんやー、負けるか、それ。せっかく見てくださってる方にも申し訳ないんで、できる限りね、感覚空けずに動画を投稿していきたいなぁとは思ってるんですが、いろいろね、忙しいところもあるんで、やだやだやだ。もう終わっ、ん？あれ、チーデスって何点だっけ？ そんなことすら、ごめんごめんごめん。怒りの味方射撃を食らってしまう。危ない。ラッキーだったな、今のは。なんだって？あれ、チーデスって100点だっけ？ 100 点か。そっか。まあいいんだ。ウォーミングアップということにしておこうな。さて、そこら辺にいるんだが、いたんだな、やっぱりな。まだいると思うんだけど。よし。おお、いるな。リスポーンが変わらない。危ない。さあ、次が本番なんでね。どうなんですかね。もう2016年、もう今日16日なんで、かなり
もうね、新年一発目の動画がこれぐらい遅いってことは、まあ更新速度もそんなもんだってことなんですけど、なんとかね、なんとか、もうちょっと多く上げたいなとは思ってますが、やっぱね、自分が楽しくないと もちろん最低限ね、自分が楽しんでないと見てる人もそんな楽しくないと思うんでね、無理無理上げるのもどうかと思うんですけど、ちょっと待ってね、ミュート、スペシャリスト変えようかな。何使おうか。やっぱ新年一発目はね、一発目っていうかもう一試合終わっちゃったけども、初心に帰ってね、床のおじいさん使おうかな。ハボック、ちょっと待って、次はたまにはアサルト使おうか。じゃあアサルトね、もうダイヤモンド出たんで、やべえぞ、ストック。これ。ねオッケーオッケーオッケー。やってきます。敵が、お、リジャックおじさんがいるね。珍しい。コンバットフォーカス。キネティックアーマー。床のおじさん、こっち3人もいるな。よし、やってくか。ちょっとミュートにしとこうか。今年はね、どういうゲームが出るんでしょうね。まず3、あ、1月にあれ出るか。ドラクエビルダーズが出ますね。あれどうなんでしょうね。私はちょっと様子見をさせていただこうかと思ってるんですけども。来るぞ。味方のか、今のは。様子見して面白そうだったらまあ買おうかなぐらいの気持ちではいるんですが。あっち行ったな。ひどい。あとは注目してるのは3月かな、3月のディビジョン、あれがまたちょっと面白そうだなと思ってます。皆さんは何を買って何で遊ぶんでしょうかね。スペックアップスダウン。向こうにいるな。なんだ、どういうことだ。オッケー。こんなんでいいのかな今の。 なんかリスがね、 リスが ひどかったな今のはな。敵のリスに一人だけいた感じだったな。そう、なんで BO3 がなぜ久しぶりかというと、いや、見えねえ。 見えなかった。フォールアウト4を買ってしまいまして、それをずっとやってたわけですよね、今まで。なので、かなり久々のプレイです。中にいる？中にいるね。オッケー、2人やったが、まだいそうな気がするが、大丈夫そうだな。後ろですね。危ない。痛い。ああ、ダメか。フォールアウト面白いんだよね。恥ずかしながら初めてシリーズプレイしたんだけど、めっちゃ面白いね、あれね。よし。
後ろだな。こっちか。いた。気のせいか。向こうに逃げていった。ゆかどん。うっそ。いやー今絶対ダブルキルいけたと思ったのにな。失敗したな。今年最初のゆかどんは盛大にミスったという。やっぱり久々にやると結構嘘だろ嘘だろ全然当たらないぞ。あぶねえ。やっぱねちょっとやってないとこんなもんですよね。ああ膝中心の生活。危ない死んじゃう。ウィッチ。でででああ勝てそうだったんだけどな。あそこから顔出さないかな。オッケーなんか入れるかな。無理だなあれは。OK 一人やって、ああ向こう行った。そこで湧くと。あぶねえ。敵が外してくれて助かったぞ今。さあこの正面来るか。いないな。 OK やばいなぜ助かったのか。ああ焦ったな。やばい全然当たらない。すごい接戦ですね。やっべ見えねえぞあれ。やばい負けそう。やばい負けられない戦いが。いやあつか本当にあれ100点だったっけ。血ですって75点じゃなかったっけ。俺の記憶違いか。まあいいやどっちでもいいんだ勝てればな。あーうまい。 UAV が私が落とす。よしリジャックだ。敵のカウンター UAV か。ハードワイヤードの私には関係ない。 OK よしカウンター返し。いないか。いや勝てそうだぞ。あいつうまいな。後ろか。怖くて全然動けないっていうチキンモード今。あぶねえ
ちょ、ファストマグあたりをね、つけてきたかったんだけど急いで、カスタムしちゃったからつけられなかった。さっきいたんだけどな。よし、やったか。いるな。なにくそ、超接戦。よっしゃー。いや怖え、ショットガンいるからね。あんまりもう一人行ったよな。よし、2016年初勝利、初キルカメラいただきました。ということでね、今年もね、1年間よろしくお願いします。いつも見てくださってる方に感謝を込めてありがとう。そして、初めて見てくださった方、よかったらね、これからもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。